オーレスンリンクのトンネル断面テムズ川をくぐるテムズトンネル推定トンネルは川や雲が海などの水域の底をくぐって建設されたトンネルである推定トンネルのうち海をくぐるものを特に海底トンネルという推定トンネルは川や海などの水域を渡って対岸と連絡するためのものであることから建設にあたっては橋との特質が検討される 船舶が航行する場所に橋を架けるためには、船舶航行の障害となる橋脚の数を減らし、満潮時でもマストが橋桁に衝突しないように、桁下の高さを十分高くしなければならない。このために高く景観の長い橋となりアプローチも長くなって、工費が極めて高額となり、トンネルが選ばれる理由となる。関門鉄道トンネルの建設時に比較された橋梁案では、 当時建造中であった日本海軍の戦艦、不走の水面上高さが64メートルあり、これを通し得るためには、レール面の海面上高さは76メートルとなり、この高さまで毎回列車を昇降させなければならないことが、運転上を永続する大きな損失であるとされた。ただし、船舶の航行上の問題に関しては、可動橋を用いる手もある。しかし橋を採用した場合、 交点時に通行が難しいという問題がある。また、建設後に通行する車両の重量が増加すると、橋では強度が問題となるが、トンネルでは特に問題がない。橋の建設時に、橋の部材を落としてしまう事故を起こすことがあるが、推進によっては落とした部材が高校の障害となり、回収するのも困難という事態を引き起こし得る。構成の橋は、塗装の塗り替えが必要であり、 イギリスのホース鉄道橋では専属の塗装工が橋から塗装を行っていって全部を終えるのに3年かかりその頃にはまた最初の方は塗装が必要になるという状況であり英語では終わらない仕事の例えとして B-like painting the force bridge という言い回しがある軍事的には橋は空襲に弱いがトンネルではそうした問題がないという観点もあるまた 神奈川県川崎市において、千鳥町と東、大島を結び川崎港に掘られた川崎港海底トンネルでは、航路を航行する船舶に対応するために、要求される桁した高さを満足させる橋を架けると、近隣の東京国際空港に伴う高度制限に抵触するという理由で、トンネル案が選ばれた。羽田空港に近接する。 首都高速1号羽田線の羽田トンネルも同様の理由であり、橋に比べてトンネルは約3倍の工費がかかると見込まれたが、トンネル以外の選択肢はないとされた。道路に用いる場合は単位延長あたりの建設費や補修運営の費用はトンネルより橋の方が一般的には安くなる。従って道路用の推定トンネルはトンネルを選ばなければならない理由がある時に限られ、 そのために大都市近郊に多く建設されている。一方、鉄道の場合はトンネルと橋では建設費が大きく変わらない。このため、道路トンネルに比べると採用例が多くなるが、やはり大都市近郊に採用例が多い。道路を通すトンネルで特に問題となるのは換気であり、長大なトンネルでは特に、所定の交通量に対して必要な新鮮な空気を供給し、 汚染された空気を排出するために、トンネルの断面を大きくして、入気、排気ダクトを設けなければならず、換気ファンにも多大な動力を必要とする。これに対して、鉄道用では、電気鉄道を前提とする限り、列車の走行に伴う自然換気で十分であり、特段の換気設備を設ける必要がない。同じ断面積のトンネルで提供可能な輸送力でも、 鉄道の方が上回り、一般に鉄道の方がトンネルでは有利となる。山岳トンネルと異なる推定トンネルの特徴としては、湧水の処理がある。山岳トンネルでも湧水は大きな問題であるが、十分な排水を行えば、山体内に貯留されている水がる、また山岳トンネルの縦断勾配では、自然流下での排水を期待できることが多い。 これに対して、推定トンネルでは、その縦断勾配上ポンプで溶水する以外に、排水の方法がない上に、水の供給源はほぼ無限である。水の通り道に土砂が詰まって、自然に水の流入が止まってしまう場合もあるが、逆に水の流入に伴って、次第に通り道が拡大されてしまう場合には、水の流入量がポンプの能力を上回り、やがて工事の続行が不可能となってしまう。 このため、諸般の広報を用いて、湧水を止めなければならない。日本では、道路に用いられる水底トンネルは、道路法の規定等により、危険物を積載する車両は、通行が禁止されている。ただし、琵琶湖疎水の下を通る阪神高速元八号線の東海山トンネルなどのように、水底トンネルに該当する場合であっても、審議の結果、 危険物を積載する車両の通行を規制されない物件も存在する。推定トンネルの広報はいくつかに分類されるが、概ね以下の3つの広報が挙げられる。裸掘り式とも呼び、通常の山岳トンネルと同様に推定下を横に、掘削していく方法で、流水はポンプで組み上げる。古くから用いられてきた方法で、施工が可能な場所ではより新しい広報が、 登場してからも用いられた。流水が激しい時は、一旦トンネル内を水で満たしてしまい、トンネル上に当たるみなそこに粘土を投げ込んで突き固め、粘土層を築いて、トンネル内への流水を減少させるという方策が、取られることがある。イギリスのセバーン川川口に建設された、セバーントンネルは、通常工法で建設された例であるが、このトンネルは、建設に要した15年中、 三年間は水没しており、潜水道具も未発達な建設当時は建設関係者は浸水対策に大変な苦労をした。シールド工法を用いたテムズトンネルの試行シールド工法はマーク・イザムバード・ブルネルが1825年に着工し1843年に完成させたロンドンのテムズ側の過程を掘り抜いたテムズトンネルに際して初めて用いられた。 シールド工法は、掘削面を小さな区画に分けることで、崩壊の危険を減らそうという発想から生まれたもので、トンネルの天井や壁面などの全体を支える円形の外角を設置して、天井や壁面の崩壊を防ぎ、シールドの中に作業員が入れる区画をいくつか設け、実際に掘削する部分だけ、掘削面を押さえる鏡板を取り除いて、掘削作業を行い、 掘作しないときは、鏡板で押さえて切り刃からの崩壊を防ぐ。そしてある程度掘作が進むと、シールド自体をジャッキの力で前進させて、既存のトンネル区間とシールドの間に空いた隙間に、復興を行うという広法である。常に大きな掘作面が露出することがなくなって、崩壊の危険性を大幅に少なくすることができた。さらに、 ジェームズ・グレート・ヘッドがシールドを大幅に改良し、1887年にシティ・アンド・サウス、ロンドン鉄道を建設した際にはシールドに圧気工法を組み合わせた。有水の圧力と同じ空気圧を建設現場にかけることで地下水が湧くのを止められ、有水のほとんどない環境で工事を行うことができるようになった。20世紀に入ると、工術の沈貝工法が 水底トンネルの建設に広く用いられるようになり、シールド工法は、水底トンネルよりはむしろ陸地の耐水層や南岸層において、トンネルを建設するために用いられるようになった。チントンネルの断面の模式傷沈ン工法は、トンネルエレメントと呼ばれるトンネルを構成する円筒、あるいは箱状の構造物を陸上で作っておき、これを水に浮かべて栄光して、トンネル建設現場へ運び、 あらかじめ皆こに掘削しておいた水の中にエレメントを沈めて複数のエレメント同士をつなぎ合わせて内部の水を排出してトンネルを完成させる工法である。1894年にアメリカ合衆国のボストンにおいてシャーリー・ガット・サイフォンという下水を通すためのトンネルを建設するために用いたのが最初の沈米工法の例である。鉄道用の沈米トンネルは 1910年のデトロイト川をくぐるミシガンセントラル鉄道トンネルが最初のものである。人米トンネルはエレメント同士の接続に多少の潜水作業を必要とするが、シールド工法で必要とされるような費用がかかって作業員の健康に良くない悪気中の作業を必要としないという利点があり、人米工法の採用に不利な条件がある場合、以外ではシールド工法に比べて、 安価に建設できる。1988年時点の統計では、チンマイトンネルは世界に67本存在していた。この他に、水域を囲い関で囲って、水を抜いて、水底を露出させ、水を掘って、中にトンネルを構築してから埋め戻す、改作工法を取った例もある。記録上の最も古い水底トンネルは、紀元前2180年から2160年頃に、 建設されたと推定されている、バビロンのユーフラテス川家庭トンネルである。宮殿から対岸のジュピターの殿堂まで通じるもので、宗教上の目的を持っていたものと推定されている。幅4.5メートル、高さ3.6メートルの断面で、全長は約900メートルあり、このうち約180メートルが家庭にあった。水量が減少する寒気に川の水を、 仮水路で他へ導いておいて、家庭を露出させて、溝を掘り下げ、その中にレンガを積んで、トンネルを構築し埋め戻す方法で作られた。このトンネルは、水底トンネルとしてだけでなく、トンネル自体としても記録に残る最古のものであると、されており、実際に建設されたことはほぼ間違いないとされているが、その後は発見されていない。近代における最初の水底トンネルは、 イギリスのテムズ川に掘られたテムズトンネルである。最初の計画は1798年に始まったが、この時は縦工の掘削に失敗して実現しなかった。1807年にも着工されたが、残り21メートルまで掘り進めながら断念に追い込まれた。最終的に1825年に着工されたものが、シールドを用いることで1843年に、 完成にこぎつけることができた。このトンネルは前後の取り付け道路を整備しなかったために歩行者に利用される程度で長らく利用が低迷していたが、1866年に鉄道トンネルに転用された。さらに1886年2月開通のマージー。1887年にシティサウス、ロンドン鉄道を建設した際にシールド工法に圧気工法が組み合わせられ、 軟弱な大水槽へのトンネル掘削が可能となった。こうしたシールド工法はアメリカに渡り、19世紀末から20世紀初頭にかけて大発展して、ニューヨークにおいて鉄道や道路を通すための推定トンネルが次々に掘られることになった。また、人米工法は1894年のボストンで、月水用のシャーリーガットサイフォンが開通したことに始まり、1910年には、 鉄道用のミシガンセントラル鉄道トンネルが開通した。アジアで初めての推定トンネルは大韓民国の継承南道東栄市にある東栄、海底トンネルである。このトンネルは日本統治時代の1932年に開通したことから1945年の降伏までは日本の領土だったため日本初の推定トンネルでもあった。 日本の本土において初めての推定トンネルは関門鉄道トンネルであり、下り線は1942年に、上り線は1944年に開通した。このトンネルは世界で初めての海底トンネルであると触れられることがあるが、ニューヨークのイースト川は名前に川とつくものの、実際には海峡であり、イースト川をくぐるトンネルはジョレールモンストリートトンネルなどそれ以前から存在する。 1988年には津軽海峡をくぐる青函トンネルが開通し、1994年には英仏海峡をくぐる英仏海峡トンネルが開通した。青函トンネルは全長 53.85km で、そのうち海底部分は 23.3km であり、英仏海峡トンネルは全長 50.5km で、そのうち 海底部分は 37.9km となっている。ありがとうございます。